んにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。この前、久しぶりに動物園行ったんだ。楽しかった。おお、いいな。たまに行くと大人でも楽しいよな。やっぱりゾウとかライオンが人気みたいだったけど、私は綺麗な色したやつに目がいったな。フラミンゴとかさ。なんでこんな色してるんだろうって不思議だったよ。確かに動物にはいろんな色のやつがいるよな。中には本当に自然の色なのかと思うような鮮やかな色をした生物も存在してるんだ。ああ確かに、毒ヘビなんか、すごい色したのがいるよね。でも、色が鮮やかな生物は毒がありそうなイメージがあるな。確かに一般的には、外的に自分は毒を持っているから危ないぞと忠告するために派手になってるそうだ。やっぱりそうだよね。じゃあ、今回はそんな色鮮やかな生物について紹介していこうか。お願いします。それではゆっくりしていってねー。まずは見た目でわかる、身体の色が派手な生物を紹介していくぜ。楽しみ。まずはアオブダイという生き物だ。アオブダイ？ダイ？魚？そうだ。体が真っ青な色の魚で、自然界に存在するとはとても思えない色をしているぜ。綺麗だねー。アオブダイは東京湾、朝鮮半島以南からフィリピンまでの西太平洋に分布し浅い海の岩礁や珊瑚礁に生息している。南洋ブダイや冠ブダイなど、近しい種が熱帯の珊瑚礁に生息するのに対し、アオブダイは温帯域にいるほど適応力が高いのが特徴なんだ。だから、東京湾にも生息しているんだね。色だけで判断すると、海外の熱帯魚じゃないかと思う人も少なくないと思うぜ。そんな感じするね。また、体長は大きいもので90センチにもなるとても大きな魚なんだ。体の各所には赤褐色、白、黒などの斑点が出る種も存在していて、全体的には青みの強い種が多いがそうではない種も存在していて、個体差が大きいんだ。種類によって違うんだね。また、成魚は前頭部がコブのように突き出ているが、若魚は額にコブはないんだ。そして、口もアオブダイの特徴の一つだな。歯は上下それぞれが融合して、鳥のくちばしのような形状をしているんだ。これはアオブダイ赤の魚に共通する特徴で、人間の指を噛み切るくらい顎の力もあるから、見つけた際には注意してくれ。え？指を？は食性は雑食性で、藻類、甲殻類、貝類など色々なものを食べるため、いたずらに手を出したら噛まれてしまう。綺麗だからって、不用意に近づいちゃダメだね。この魚にはもう一つ注意が必要なんだ。何？アオブダイは時折、釣りや網などで捕獲され、食用として扱われるが、食中毒による死亡例もあるため注意が必要なんだ。日本では1953年以降、アオブダイによる食中毒での死亡例が5件も存在している。死んじゃうんだ。アオブダイはスナギンチャクを捕食するため、パリトキシンという強力な毒成分を蓄えている。また、フグ毒で知られるテトロドトキシンが内臓から検出された事例も報告されている。え？どういうこと？いろんな種類の毒を持ってるの？これは、複数の毒を持つというわけではなく、食べたものの違いなんだ。アオブダイの毒はフグなどと同じように、食べたものの毒性などを取り込んで蓄積してできた、いわゆる生物濃縮と呼ばれるものなんだ。だから、それぞれの個体が食べてきたものによって、持っている毒性が違ってくるんだ。なるほどね。フグもそうだったんだ。もし皆さんがアオブダイを食べるときには内臓は絶対食べないように注意してくれ。ちなみにアオブダイは白身魚で、刺身で食べると歯ごたえがあって美味しい魚なんだぜ。内臓以外は食べていいんだね。美味しいんなら。食べてみたい。あ、やっぱり明治通り鮮やかな生物には毒があったね。次は、ショッキングピンクドラゴンミリピードという生物だ。名前からすでにド派手なイメージ炸裂してるね。確かにな、変わった名前だよな。しかもドラゴン？まさか本物のドラゴンじゃないよね？当たり前だ。一体どんな生き物なの？ショッキングピンクドラゴンミリピードは、2007年にタイのメコン川流域で発見されたヤスデの一種なんだ。見てもらえればわかると思うが、上からピンクのペンキを落とされたようなとんでもない色をしているんだ。わあ、すごい色綺麗だけど、足がいっぱいでき、気持ち悪い。もちろん天然物の色だ。気持ち悪いと思った人も多いだろうな。サイズとしては成虫でも3センチほどと小さなヤスデだが、この体色により、小ささを覆すほどの存在感を放っているよな。むしろ2007年までなんで発見されていなかったのか不思議なぐらいだね。足の長さからムカデにも見えるかもしれないが、この生物はヤスデに属しているぜ。え？ムカデとヤスデってなんか違うの？ムカデとヤスデは混同されがちだが、全く違う生き物なんだぜ。判別の仕方は足の生え方を見ればわかるんだ。ムカデは一つの大節1対2本の足が左右に生えているのに対して、ヤスデは2対4本の足が生えているんだ。わあ、ほんとだ。よく見たらそうなってる。ショッキングピンクドラゴンミリピード特徴はなんといっても背中のトゲ部分だ。多くのヤスではつるっとした体節をしているが、この生物は背中にトゲを持っている。そして脅威にさらされた時、他の多くのヤスデと同様に、攻撃から保護するために頭を内側に向けて円盤のように丸まるんだぜ。なんか可愛い。これでも外敵が襲うのをやめない場合、トゲに沿ってシアン化水素を分泌し、外敵から身を守ろうとするんだ。シアン化水素とはいわゆる生産で、ショッキングピンクドラゴンミリピードが放つ生産は人が死ぬようなものではないぜ。よかったー。しかし、触れれば痛みが伴うくらいには濃度が高い。また、その生産は苦いアーモンドのような香りを持っているため、生息地ではその匂いでショッキングピンクドラゴンミリピードが、集まっているところを見つけることができるそうだ。アーモンドかー、美味しそう。でも、匂いでも居場所がわかり、見た目でも居場所がわかるってめっちゃ悪目立ちする生物だね。しかも警戒色などに自信があるのかはわからないが、結構無防備に外を張っているそうだぜ。やっぱり、なんで2007年までなんで発見されなかったんだろうね。存在してなかったとか？それがわからないんだ。なぜ発見されなかったのか、どういう習性を持っているのかなど、未知な部分が多いのもこの生物の特徴なんだ。唯一わかっているのは、雨の後に大きな集団になってたむろするという習性くらいだそうだ。もちろん、その理由はわかっていないぜ。ゲジゲジしたピンク色がたむろしてるの想像しただけで、鳥肌立ってきたよ。さあ、次はカルパチア青ナメクジという生物だ。ナメクジ。見た目と鮮やかな青色にきっと驚くと思うぜ。この生物はカルパチア山脈に生息するナメクジの一種だが、見た目の通り、鮮やかな青い体色からブルースラップ青いナメクジと直球で呼ばれたりもしているぜ。わお、この見た目ならこの名前も納得だね。カルパチア青ナメクジの生息地であるカルパチア山脈は、チェコとスロバキアとポーランドとの国境、ウクライナ西部を経てルーマニア東部から南西部に至る約 1500km の長い山脈のことなんだ。カルパチア山脈の主に南の山地、その中でも落葉樹及び針葉樹の森に生息しているぜ。生態としては特筆することはなく、他のナメクジのように枯れ木に住んだり、枯れ葉に隠れて日々を過ごしている。普通のナメクジさんたちと同じなんだ。強いて言えば、この生物は一度に30から80個の卵を産み、成虫は産卵後には力尽きてしまう。また、生まれた子供は半分くらい成長したら冬眠し、春頃から活動を再開して5月頃には完全に成長する。成長しきると、体のサイズは10から14センチメートルほどにもなり、一説には16センチメートルの個体もいたようだ。全然普通のナメクジちゃうやん。10センチメートル以上のナメクジは怖いわ。カルパチア青ナメクジの成長の過程についても少し話すと、幼体の頃は私たちが知っているようなナメクジの色をしているんだ。そして、成長していくにつれて色が変わっていき、最終的には全身が青色に生まれ変わっていくぜ。最初からこの色ってわけじゃないんだ。色味は個体によって多少変わるが、ほとんどは青色だ。しかし、なぜこのような体色を持つように成長するのかは全くわかっていないようだぜ。特に研究が進められているわけではなさそうだが、もっとカルパチア青ナメクジの理解が深まるように研究が進むといいな。ほんとだね。こんなに鮮やかな青色の生物が自然界にいることに改めて驚いてるよ。次に紹介する生物は、オーキッドドッティバックだ。紫色の魚だぜ。紫色の生物って見たことない気がする。オーキッドドッティバックは紅海に生息する肉食性の魚であり、ご覧の通り非常に鮮やかな体色を持つことで有名なんだ。色合いとしては主に紫だが、紫から赤の間の色合いの種もいて、ピンクに近い体色を持つ種も存在している。綺麗だねー。体長はだいたい7センチメートルと比較的小さな魚だ。性格は荒くもなく、おとなしくもない。ただ、臆病な面もあるため、普段は岩陰などに隠れて過ごしているんだ。それゆえに住処に近づく魚は許さず、周りの魚と喧嘩することもしばしば見られるぜ。まあ、普通の魚って感じだね。正確にはオーキッドドッティバックは海水魚に分類される。長い間、公海に住んでいる天然の種しか流通していなく、非常に希少だったが、養殖可能になって今では一般的に流通するようになっているんだ。見た目の派手さ、可憐さに魅了される人間は多く、買うのも容易なため、非常に人気が高いんだぜ。お世話が簡単なら、私も買ってみたいよ。適応力も高く、丈夫なため、買いやすいようだぜ。ポイントとしてはいくつかあって、まず、肉食性であって、雑食である。そして餌付けも簡単で、食により衰えることはあまりない。それに、過度な繊細さがなくて健康を維持できること。臆病な面はあるが、それも初めだけで、環境に慣れれば隠れることなく自由に水槽内を自由に泳いでくれるんだ。おーますます買いたくなってきた。また、何より嬉しいのは水質の悪化に対して強いことだ。ただ、水温が高すぎるのは苦手なので、そこだけには注意が必要だな。水槽などの道具にはそこまでこだわる必要はないから、熱帯魚などの飼育初心者の導入としてはぴったりとされているぜ。国内ブリードの種であれば値段も手頃だから、気になる方はぜひ買ってみるといい。ちょっと、ペットショップ行ってくる。もうちょっと待て。ここからは、血液の色が赤色以外の血を持つ生物を紹介していきたいと思うぜ。え？血液の色？霊夢は赤色以外の血を見たことがあるか？ないと思う。そもそも、人間の血が赤色である理由を知っているか？それは、あれでしょ？確か、なんだっけ？それは赤血球の中にはヘモグロビンと呼ばれる色素タンパク質が含まれているからなんだ。そして、このヘモグロビンの色素の中心には鉄があり、酸素と結びつくことで、血流によって酸素を全身に運ぶ機能を有する。また、鉄と酸素が結びつくと酸化鉄になるが、この酸化鉄が赤色のため、酸素と結びついた新鮮な血液は鮮明な赤色となっているんだ。そうだ。今の話を前提とすると仮に血液中の酸素を運ぶためのタンパク質が、鉄以外のものを欠くとしたら、その色はどうなると思う？赤じゃないってことか。生物によってはヘモグロビンではなく、ヘモシアニンという色素タンパク質を血液に持つ生物がいて、その血液の色は赤と違うものになるんだ。基本的な原理は今、話した通りだが、どうしてそのような血液を持つように進化したのか、未だに解明されていない生物も多いんだ。それでどんな生物が何色の血液なの？すまん、前置きが長くなったな。血液の色が少し変わった生物を紹介していくぜ。まずは緑血トカゲ、もしくはグリーンツリートカゲや、グリーンツリースキンクと呼ばれるトカゲの一種だ。緑血ってもう答え出ちゃってる。主にニューギニアとソロモン諸島の海抜500メートルまでの高地に生息しており、19世紀後半にドイツの学者ウィルヘルム・ピータースによって発見されたんだ。そして、この生物の名前は直球であり、緑色の血を持つことで有名なトカゲなんだ。緑の血ってなんだか、エイリアンみたいだね。エイリアンってこのトカゲの進化系かも。そうかもな。まず前提として、緑血トカゲについての研究はあまり進んでおらず、詳しいところはまだまだわからないところが多いんだ。ほら、だからエイリアンの元祖だよ。わかったから、落ち着いて聞いてくれ。どれだけの個体が生息しているかもわかっておらず、世界自然保護連合による絶滅のリスクの評価も行われていないんだ。また、ワシントン条約のどの付録にも掲載されていない。ますますエイリアン感が増すな。でも、真面目な話、絶滅を危惧して保護とかしてないわけだから、絶滅してしまわないか心配だよね？その心配はあまりないようだぜ。理由としては、この生物の生息している土地は、豊富な熱帯雨林と農耕地であるため、生息地が極端に減るような明確な脅威に直面していないからだ。しかし、研究の進捗は芳しくはないので、注意は必要だそうだ。そっか。ひとまず安心だね。今の段階ではどんなことがわかってるの？その他の特別な特徴はほとんどなく、緑血トカゲについて話すことはやはり、その特殊な血液についてだな。まず、口の中もやはり赤ではなく、青緑色をしている。そうか、人間の場合口の中とか血液の色が見えて赤いってことだもんね。それ以外にも、筋肉や骨、舌、粘膜組織など、肝臓以外の内臓は鮮やかな緑色を呈している。緑の下。しかしながらこの緑色地にはヘモグロビンが含まれているんだ。じゃあ、なんで緑色に見えるの？それはその色素を上回るほどの濃い色素を持つ物質、単重色素であるビリベルジンが非常に多く含まれているからなんだ。ビリベルジンは古い赤血球が処理され、ヘモグロビンが分解された後に生成される物質なんだ。遺伝毒性、細胞毒性、神経毒性を持つ老廃物であり、他の脊椎動物では横断を引き起こし、様々な細胞構成要素を損傷するものだ。これはもちろん我々人にも生成されるものなんだぜ。へえ、詳しく話すと長くなるのではしょるが、肝臓疾患などでビリベルジンが正常に処理されない場合、死に至ることになるほどの毒性を持つんだ。肝臓疾患によるビリベルジンの異常によって亡くなった人と比べた場合、緑血トカゲの血に含まれるビリベルジン量はなんと10倍にも及ぶとされている。人間ならとっくに死んじゃってる量ってことだよね。なんで生きていられるんだろう？なんでそんな血を持っているのかについてはまだ解明されていないんだ。ただ、進化の目的の推察として、ビリベルジンがマラリアの原因物質である昆虫の感染を防ぐ可能性があり、そのためではないかと言われているぜ。なるほどね。これからの研究に期待だね。さて次は皆さんも知っているであろうカブトガニだ。このチャンネルでも以前取り上げたよね。ちなみに生きている化石という言葉は、イギリスの生物学者ランケスターがカブトガニに初めて使った言葉だぜ。そうなんだ。カブトガニは動物の分類上、節足動物の仲間に入る。カブトガニはカニの名がついているが、甲殻類ではなく、クモの仲間に一番近いんだ。カニの仲間と思っちゃうよね。本題だが、カブトガニの血の色も赤色ではないんだ。ヘモグロビンでなく、ヘモシアニンが含まれているからだ。ヘモシアニンの核には鉄ではなく銅が含まれていて、酸素と結びついて酸化銅となって、血流により全身に酸素を運んでいる。ヘモシアニンは酸素と結びつくと何色になるの？カブトガニの血の色は青色なんだ。ヘモシアニンは酸素と結びつくと青く変色する。このような特徴があってカブトガニの血液は青く見えるんだ。ただ、ヘモシアニン自体には本来色はついていない。そのため、酸素と結びついていない状態では、血液はほとんど青くならず、白色に近い色なんだぜ。白？どっちにしても珍しい色だね。この状態の血液が外気に触れたりして酸素と結びつくと、即座に青色に変化して、青1となるぜ。余談だが、ヘモシアニンで構成された血液を持つ生物は他にもいて、例えばイカやタコが当てはまるぜ。イカやタコって血あったんだ。イカやタコを生のままさばいても、ほとんど血液が流れず、目にも見えづらいため勘違いされがちだが、実はちゃんと血は流れている。だが、カブトガニと同様、体内ではかすかに白く濁った血液となっているため、流れ出しても血だとは思わず、他の体液だと思って見過ごされてしまうんだ。へえ、確かにイカさばくと、透明に近い汁のようなものは出てくる気がする。その血を放置しておくとカブトガニほどではないが、種類によってははっきりとした青い血に変化していくんだぜ。だから、カブトガニの血は類を見ない血の色、というわけではないんだが、カブトガニの血は他に重要な特徴があるんだ。何？それは LAL という物質が含まれていることだ。LAL とはカブトガニの血液に含まれるタンパク質であり、この物質は有害な細菌と反応して瞬時に凝固するという特性を持っている。この反応の正確さと速さは大変優れたものであり、医療界では感染症や新薬のテスト、医療器具の安全性の確認をする際に大いに役立つとされているんだぜ。そのためカブトガニの血液は非常に重宝され、研究のためにも組織的に採取されている。研究に使われるとなると、人の研究によって 3% は死んでしまう。切ないね。なんとか繁殖の手助けをしたり絶命することがないような方法を確立してほしいよ。最後は交流王だ。南極大陸と南米大陸の南の周辺の冷たい海域に生息する魚だ。さっきから名前が安易というか、単純だね。交流王は魚食動物と考えられるが、オキアミなどのエビも食べる。この世物は待ち伏せ型の捕食者であり自身の体長の 50% にもなる魚を捕食するとされているんだ。ちなみに交流王は体長25から 50cm まで成長することが確認されている。交流王仲間は現在16種まで確認されているぜ。で、交流王は何色なの？無色透明なんだ。透き通るほどの透明な血液をしているんだぜ。しかもカブトガニとは違い、空気にさらしたところで変色はほぼせず、このまま完全に透明な血のままなんだ。へえ、つまり、ヘモグロビンやヘモシアニンじゃないってことか。なんだろう。交流王は生体になってもヘモグロビンを持たない唯一の脊椎動物として知られているんだ。だが、交流王の血液には、ヘモグロビンやヘモシアニンの代わりとなる物質は含まれていないんだ。これは進化の結果に得た形質と考えられているぜ。実はヘモグロビンの遺伝子の痕跡が残されているそうなんだが、ヘモグロビン生産しないんだ。ある遺伝子が欠落したことで、現在の交流王はヘモグロビンを持たないと考えられるわけなんだ。ある遺伝子の欠落？それが進化なの？酸素はヘモグロビンを介さずに結晶に溶解されて運ばれる。低い代謝と低温で酸素が溶解しやすい環境のため、ヘモグロビンを持たなくても生存できるというわけだ。また、毛細血管を含む物質が大きく、血液量が多く、心臓が大きく、心拍出量が大きいなどなど、ヘモグロビンの欠落を補うだけの様々な特徴が見られるぜ。そうか、ヘモグロビンなしでも生きていれるように他が進化したんだね。しかし、最新の研究ではヘモグロビンの欠落は適応的ではないと考えられてる。事実交流王は血液の循環に一般的な魚類の2倍に当たるエネルギーを費やすなど、生理学的にヘモグロビンの欠落を大胆に補っているんだ。結論として、どうしてヘモグロビンの欠落という進化を辿ってしまったのか、その原因や理由は分かっていないんだ。進化なのか何なのか分からなくなってくるね。さて、今回が鮮やかな色をした生物、そして血液の色が変わっている生物を紹介してきたけど、どうだった？本当に現実に存在するのかとちょっと疑っちゃう人もいるかもね。そんな人はぜひ調べてみてくれ。そしてその色の解明などをする人が一人でも現れたらすごいよな。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。